K1 の絶対王者ルアカオ、個人的には歴代 K1 のパウンド・フォー・パウンドがルアカオだと思っています。泣いて逃げ出したくなるほどの強さ、数え切れないほどの選手が究極のムエタイの前に敗れ去っていきました。日本人選手も例外ではありません。しかしブアカオにボコボコにされても諦めなかった日本人もいましたね。反逆のカリスマ、マサト。私が思う当時の日本人最強、佐藤義弘。この二人はやり遂げるのです。今回は鬼神ブアカオにリベンジした日本人の戦いをお楽しみください。まずはマサト選手から見ていきましょう。初めての対戦は K1 ワールドマックス2004決勝でした。準決勝で前回王者アルバート・クラウスに判定勝利。当時は事実上の決勝戦と思われていたこの試合の激闘で、マサト選手はすでに満身創痍です。対するブアカオは準決勝でミスターストイックと呼ばれていたこともあったと言われている小比類巻貴之選手と激突。ほぼノーダメージで決勝へと駒を進めました。すでにボロボロのマサト選手の狙いは短期決着でしょう。得意のパンチで一気に攻め込みます。それにミドルで応じるブアカオ。 K1 ではまだ4戦目ですが、ムエタイ王者です。経験値だけならこの時点で他のキックボクサーとは別次元でしょう。マサト選手の狙いは手に取るように分かっています。勝負を仕掛けるマサト選手を受け流し、足技でリズムをつかみます。ここで戦慄の前蹴り。後にいろいろな理由から K1 では見られなくなる彼の必殺技ですが、一発でマサト選手を吹っ飛ばす威力。日本中の格闘技ファンが驚いたのを今でも覚えています。これにペースを乱されるマサト選手の手数が減っていきます。ブアカオは前に出れないマサト選手に対して怒涛の前蹴り3連発。吹っ飛ぶマサト選手。格闘技ファンはブアカオの強さに驚くと同時に、万全のマサトならと歯がゆい思いをしていました。どんどん蹴り込むブアカオ。さらに左肺、右膝を上げて前蹴りのフェイントからのコンビネーション。ボクサーのジャブのように素早いブアカオの蹴りに、マサト選手はなすすべがありません。これにマサト選手はパンチ一辺倒。これではブアカオの思うツボですが、蹴りが出せない。クラウス戦のダメージでマサト選手の足はまともに上がらないのです。第1ラウンドから何度もクリンチに逃げるマサト選手。当時のマサト選手のパブリックイメージは完全に反逆のカリスマでした。こんなはずでは、日本中のマサトファンの予想を裏切る第1ラウンドとなりました。ギリギリで第1ラウンドをしのぎ切ったマサト選手。限界に見えますが、まだ目は死んでいませんね。しかし第2ラウンドも終盤になるともう体力の限界です。ブアカオの首相撲に対応ができません。そんなマサト選手は自分にチャンスが少ないことは分かっています。距離感が合う時には思い切ったラッシュを仕掛けますが、ブアカオは首相撲、ムエタイらしさ全開でマサト選手の隙にはさせません。さらに前蹴りと行きたいブアカオの蹴り足を掴んでマサト選手のロー。そこからコンビネーションを見せますが、これがブアカオの闘争心に火をつけてしまいます。殺意のこもった膝のラッシュ。どこか判定を狙っていたブアカオの攻撃が鋭さを増していきます。第3ラウンドは完全にブアカオ劇場。マサトファンはもはや無事にリングを降りてくれることを祈るばかりでした。試合は判定へともつれ込みます。新王者誕生の瞬間です。とはいきませんでしたね。判定はまさかのドロー。ここから K1 の運営に不信感を持つこととなるファンが大勢いました。前回王者マサト選手の名誉を傷つける K1 運営。思うところはいろいろありますが、話を進めましょう。延長戦は皆さんの想像通りの展開でした。頼んでもいないホームアドバンテージを与えられた上での完敗。反逆のカリスマのプライドはズタズタにされてしまいました。さあ、屈辱の敗戦から3年、ブアカオ対策でタイに渡り修行もしました。 K1 ワールドマックス2007、マサトリベンジの時です。ワンデートーナメントの初戦に指名したのは宿敵ブアカオ。優勝以外なら1回戦で一番強い選手とやるのがいい。前年王者に宣戦布告です。万全の体調でブアカオの前に帰ってきました。ローキックから入るマサト選手。前線ではまともに足も上がりませんでした。ブアカオ対策がどうとかは置いておいて、シンプルに使える技術が増えたのは大きいですね。主導権を握るべく相手の出方を探り合う両者。ムエタイテクニックでペースをつかみたいブアカオですが、それにきっちり対応するマサト選手。思わず肘を繰り出すブアカオ。それだけマサト選手の圧力が彼を追い詰めているのでしょう。プレッシャーを強めるマサト選手を正面から迎え撃ちます。ハイレベルな打ち合いが続きました。またこの3年でレベルアップしたのはマサト選手だけではありません。
2004年の優勝以降苦しんできたのはブアカーオも同じでした。小比類巻選手、マサト選手と日本トップファイターを圧倒的な実力差で破ってしまったブアカーオ。先ほどの判定を見ても分かるように、当時の K-1 運営の日本人びいきは長期を逸していました。 K-1 が新チャンピオンに用意したのはムエタイ対策と呼ぶべきもの。組んでの膝蹴りは一度まで、ミドル級においてはブアカーオ対策と言っても過言ではないでしょう。そんな K-1 に対応すべく用意した新しい武器はパンチ、ムエタイとキックボクシングのハイブリッドモンスターとなったブアカーオ。前回の対戦では完全にマサト選手の土俵だったパンチの打ち合いでも互角にやり合います。マサト選手の強烈なアッパーを食らってもカウンターを狙っていますね。白熱の打ち合いが続きます。そして地味なシーンですが、マサト選手のこの踏ん張り、正直日本人がちょっと首相撲対策をしたところでタイ人には勝てないでしょう。当時の日本人選手はこの体勢から振り回されてリズムを乱していました。膝蹴りの回数制限があるならこの対策はベストではないでしょうか。どっしり構えることでムエタイの技術を封じたマサト選手が素晴らしい。 K-1 の運営には言いたいことがありますが、リングに上がる選手には関係ありません。マサト選手の隠れた頭脳プレーです。首相撲が封じられてもブアカーオの引き出しはまだまだあります。パンチからハイキック、マサト選手も手を出しますが、ブアカーオの猛攻、これをしのぎ切ったマサト選手、左フックから右ストレート、ついにブアカーオからダウンを奪います。右拳を突き上げるマサト選手、これは嬉しかったでしょう。仕留めにかかるマサト選手ですが、さすがブアカーオ、勢いに乗るマサト選手のプレッシャーに負けずに打ち返しています。どちらがいつ倒れてもおかしくない打ち合いで第1ラウンド終了です。白熱の打ち合いでしたが、パンチ勝負だけならやはりマサト選手ですね。ブアカーオのパンチは破壊力抜群ですが、総合格闘家のような一撃の破壊力重視な打ち方に見えます。手数の多さの中に鋭さがあるマサト選手のスタイルならパンチの打ち合いでは負けないでしょう。第2ラウンドはブアカーオ、自信のあったパンチ勝負が厳しいと見ると、先ほどとは一転ローキック攻めです。飛び込んでくるマサト選手をがっちり受けて押し返してのロー、これが見事にはまります。マサト選手の勢いを殺しました。マサト選手の目の覚めるような右アッパー、ブアカーオも右ストレート、当たれば試合終了の強烈なパンチが飛び交います。第1ラウンドにダウンは奪っているマサト選手ですが、このラウンドはブアカーオでしょう。勝負は最終第3ラウンドです。ワンデートーナメントであることを忘れてしまったかのように殴り合う両者、それぞれ3年前の戦いに思うところがあるのでしょう。過剰なホームアドバンテージは2人の王者のプライドを傷つけました。第1ラウンドにダウンを取られているプアカーオは、ここでダウンを取らなければ絶対に勝てないでしょう。マサト選手はあのコンディションでの無茶な延長戦、運営におんぶに抱っこで戦う姿は人に見せたいものではなかったでしょう。ここで干渉しなければ反逆のカリスマは名乗れません。くしくも両者の持ち味は同じです。圧力で潰す、使う武器は違っても同じスタイルの両者、相手を後退させる、狙いは同じです。そしてこの状況でその武器が噛み合ったのはマサト選手。いくらブアカーオでもこの状況で KO を狙うならパンチ勝負しかありません。前蹴りやローでリズムを掴んでいる時間がないのです。ブアカーオのパンチは間違いなく成長しました。 K-1 トップレベルでしょう。しかし相手は反逆のカリスマ、パンチ勝負なら K-1 ミドル級最強、キックボクシングの舞台でならパンチ勝負の年季が違います。綺麗な右アッパー、ブアカーオも身の毛もよだつ左フックを放ちますが、破壊力重視の一撃、この集中力のマサト選手には当たらないでしょう。マサトがうまい、マサト選手が強いことはもちろん分かっていましたが、2006年のブアカーオを見続けていた K-1 ファンはこの状況に驚きを隠せませんでした。ブアカーオ渾身の左フックをブロックして前に出ます。マサトが強い、日本人じゃブアカーオには勝てない、そんな声を一周するファイトです。右アッパーがいいですね。反逆のカリスマ復活です。ついに日本人がムエタイからの最強の刺客を打ち破りました。さあ、マサト選手ともう一人ブアカーオを破った日本人がいます。佐藤義弘選手です。この頃の佐藤選手は KO を狙わないスタイルで、かなりクロート好みの選手でしたね。手数の多さと185センチの長身を生かした戦いが持ち味です。初めての戦いは K-1 ワールドマックス2006。ブアカーオ選手は貫禄ある佇まいです。どっしりと構えて佐藤選手を迎え撃ちます。ブアカーオ選手はちょうど K-1 のルール改悪に順応してきた時期でした。
K1 選手として間違いなく全盛期です。佐藤選手のローキックを手で払いのけて、ボクサーのようなワンツーを打ち込みます。パンチのラッシュを主体で攻撃を仕掛けて、離れ際にローキックを蹴り込みます。ボンと心地よい音を響かせながらワンツー、左ジャブを距離を測るためのリードパンチに使って右ストレート、佐藤選手からダウンを奪います。パンチで前に出るブアカーオ選手、マサト選手との1戦目から2年、別人のようなスタイルで頂点を目指します。そうは言ってもムエタイチャンピオン、ブアカーオ選手は佐藤選手の前蹴りを掴んで左フック一戦、佐藤選手からすれば何も見せ場のない試合となりました。当時の K1 ファンは私も含め、当然の結果だろというのが大半の意見。自分が大人になって分かったことは、選手は絶対にそんな気持ちで戦っていないということでしょうか。この完敗やライバル視していた正人選手の姿勢から佐藤選手は変わっていきます。積極的に KO を狙うようになっていきました。スタイルを変えて1年半、再びブアカーオと相まみえた佐藤選手でしたが、惜しくも判定負けですが、延長までもつれ込んだ激闘はどちらが勝ってもおかしくないものでした。今回は最後に2人の3戦目を紹介させてください。完敗だった最初の試合から2年、佐藤選手の顔も力強い印象になりましたね。対するブアカーオはいつものルーティーン、ロープをしならせストレッチ、かっこいいですよね。これが好きな方も多いのではないでしょうか。最初に動いたのは佐藤選手、手数の多さで負けるわけにはいきません。いつ見てもブアカーオは体幹が強いですね。佐藤選手のローキックでもびくともしません。軽いフェイントから左フック、格闘ゲームのキャラのようにブレずに攻撃を繰り出します。ですが序盤に主導権を握ったのは佐藤選手、ローキックを中心にブアカーオの圧力に対抗していました。しかし相手はブアカーオ、少しずつですがギアを上げていきます。佐藤選手も打ち込みますが、ブアカーオの圧力に押し込まれていきます。そして簡単に佐藤選手を転がすブアカーオ、倒れた相手を深追いしないのが紳士的なんて言われるブアカーオですが、個人的には転がして一別もしない姿に紳士というよりは孤高の王者感を見てしまいます。ブアカーオの殺気がすごい。気づけば主導権はブアカーオに移っていました。完全に K1 仕様となったブアカーオ、マサと一戦目のような伸びのある前蹴りは見られなくなりましたが、パンチの距離を取るためのつなぎの前蹴り、佐藤選手を一歩下がらせるだけです。それだけで自分の間合いを作ります。ブアカーオの一撃必殺のパンチが佐藤選手を襲います。マサト選手はパンチの強さと技術でブアカーオを攻略しました。佐藤選手の武器はあくまでも回転力のいい打撃です。同じ方法でのブアカーオ攻略は厳しいでしょう。そこからさらにローキック、ワンツーからミドル。佐藤選手が手数で応戦しても、ブアカーオの右フック一発で押し返されます。終わってみれば完全にブアカーオのラウンド。日本中が佐藤選手は見せ場の一つでも作れればいいなくらいの感想でした。第2ラウンドに入ってもブアカーオの勢いは止まりません。佐藤選手の攻撃をブロッキングしながら突っ込みます。よく言えば積極的、しかし同時にどこか強引な印象にも見えてきます。それでも負けずに手数勝負の佐藤選手、ブアカーオのプレッシャーに押し込まれながらもパンチが当たり始めます。特に膝からのショートアッパーがいいですね。ブアカーオは正人戦でもいいアッパーをもらっていましたが、もしかすると苦手な攻撃なのかもしれませんね。とはいうもののブアカーオの右フックもご覧ください。佐藤選手の首から上を吹き飛ばしてしまうような一発。さらに右ストレート、ブアカーオの一番の凄さは体幹の強さだと思っています。何をするにしても軸がぶれない。これだけ強烈なパンチの打ち終わりでもジャブの打ち終わりでも体勢が同じなんですよね。あまりカウンターをもらう印象がないのはこのバランスの良さから来るものでしょう。ローの打ち終わりにコンビネーションをもらおうが、ハイキックをもらおうが、ブアカーオがぶれることはありません。破壊力のブアカーオ、回転力の佐藤選手、白熱した打ち合いですが、やはり佐藤選手のアッパーが当たり始めます。本当に佐藤選手はこの2年で強くなりました。ブアカーオ相手に互角に打ち合っています。マサト選手以外の日本人でこんな戦いができる選手がいるなんて信じられませんでした。それでもこのラウンドはブアカーオでしょう。自力の違いを見せつけていきます。互いに攻撃は当てていますが威力が違う。ブアカーオの鬼神のような攻撃が佐藤選手にダメージを与えていきました。最終第3ラウンドです。本当に初戦とは別人のような顔の佐藤選手、ブアカーオにも負けない戦う男の顔になりました。ここに来ても佐藤選手が止まりません。
ブアカオの距離を取るための蹴りもお構いなしに前進です。そして明らかに倒しに行っている佐藤選手、2年前は KO を狙わないなんて言われていた選手がブアカオを相手に KO を狙います。どちらがいつ倒れてもおかしくない激闘となっていきます。さあ勝負の瞬間です。佐藤選手は首相撲からブアカオを後ろに突き飛ばすことに成功します。パンチのコンビネーションの最後に転下を。ここでムエタイ王者ブアカオの時が止まります。左手を突き出すのがやっとのブアカオに佐藤選手は冷静でした。右ストレート、もちろんブアカオも自分の状況を理解しています。反撃を試みますがパンチと呼べる代物ではありません。これをかいくぐり佐藤選手もう一度渾身の右ストレート。ガードを上げる力も残っていないブアカオを仕留めるには十分な一撃。タイの英雄ムエタイ最強王者がついにマットに沈みました。佐藤選手がマサト選手も成し遂げられなかった KO 勝利をやってのけたのです。そういえば K1 ワールドマックス2024に電撃参戦を決めたブアカオ、42歳で世界の頂点を取るのか、現実は残酷か。7月7日が楽しみですね。いかがでしたでしょうか。この動画を最後まで見てくれたあなたは格闘技好きです。ぜひチャンネル登録をお願いします。格闘技好きな方と楽しいチャンネルを作っていきます。いいね、コメントもお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。